聞いたとかそう言ってるってことだから、そういう意味ではもう慣れてはるという感じはしますね。匿名の SNS アカウントでまあまあ影響力を持ってる、はい、あのアカウントあるじゃないですか、はい、休業補助金とかももらったりしたし、これもネット民が結構騒いでますけど、ロケット関係の補助金ももらったりしてるんで、はい、あれ松本人志さんの弁護士だったらどう考えます？おっしゃるように今怖いのはもう一週刊誌とかがもう社会的にほぼ抹殺できるような状況は怖くて、ほとんど刑事上アウトじゃない、うん、で民事は損害賠償もおそらく今回どうかわからない状況だけど、もう報道されちゃうともう実質的には社会的に活動できなくなっちゃうんで、やっぱマスコミが力持ちすぎてる状況はまあ一種怖さを感じますね。マスコミというよりは週刊誌なんですよね、うん、週刊誌とかゴシップ誌なんですよ、うん、とかその個人でやってるようなゴシップライター的な人、ただあとはネットも怖いね最近はもう、まあ、ただネットは増幅装置でしかなく、うん、ほとんどこたつ記事だったりとか、はいはいはい、二次情報三次情報情報なんですよ。で怖いのはああいうところにそのネタが集まっていて、であともう一つは匿名の SNS アカウントでまあまあ影響力を持ってる、はい、あのアカウントあるじゃないですか、はい、そういうのってその複数人で運用されてたりとかして、例えば裏社会に強い人、はい、例えば週刊文春のライターとか、そういう人たちが何人かでそういうアカウントを運用してバズらせて垂れ込みがあるような状況を作り出して、その垂れ込みを晒してるんですよ。昔は週刊誌に出てテレビのなんかワイドショーかなんかで取り上げて以上で終わってたのが、うん、SNS で延々と拡散されるんで、僕なんか事実無根のトースポの記事をいきなりもう、うん、まっちゃん の, あ, のあれの余波で堀江 も同じことしてたとかって書かれて、おいおいこれめちゃくちゃ飛ばし記事なんだけどみたいな、で私のところまで回ってきましたもん。これもう本当にえって思いますよ。それは私も同感、火のない ところに煙は立たないから何かあったってみんな思うけど、ほんまに何もなくても作られちゃう面はありますね、うん、自分弁護士なのでいろんな裁判関わりましたけど、はい、完全に妄想に基づいてるけど、はい、党の本人はほんまに思い込んでいて尾行されてるとか、はい、私も本当に、まあ、最近ちょっとね、あの人に知られるかけてきたから、逆にいろんな方々が、はい、もうないことないこといろいろ拡散されるんですよ、はい、で自分弁護士だし、はい、どうしようかなと思うんですけど、はい、逆にまたそれが煽ることになってもいかんしと思って、はい、うん、逆に毅然とするか、まあ、しばらく様子見るかって今段階ですけどね。例えばどういうことを書かれてるんですか？いや全然全く根も葉もないのに、あたかも犯罪をしたかのようにネットで今拡散されていて、自分自身のこともだけど自分自身ではない周辺、うん、まあ、いわゆる家族、はい、親族友人関係で書かれたりすると、はい、もう迷惑いきますからね。でも逆に巻き込んじゃうと良くないので難しいですね。まあ、そこで毅然としてはるのは、まあ、ある意味立派ですね。いや立派というか訴えないと本当に書かれ放題になっちゃうんで、特に週刊誌はそれも見越してね、だからあの文春の記事だって刑事事件化できないと思ってやってるわけですよ、うん、でも あの記事もある意味ずっこくて、うん、そう聞いたって書いてしまえば、うん、聞いたとかそう言ってるってことだから、うん、そういう意味では週刊誌的にはかなり、まあ、最初から裁判をされることも見越してる記事の書きぶりですよね、うん、まあ、そういう意味ではもう慣れてはるという感じはしますね、うん、でどうされるんですかその旧国内閣は。いや急に話があれですね。ぜひ今の日本の政治が今のままいいとは私は全く思わなくて、はい、やっぱ時代も変わっとんのに、はい、いつまであの昔通りやっとるんやと思いますね、うん、そういう意味では、うん、もう堀さんが思うところいっぱいあるんちゃいます、うん、僕は逆に、うん、IT の世界でずっとやってたもんすから、うん、政治との関わりがほとんどなかったんですよ、うん、政治家に頼ることもないし、商売の上で政治が絡んでくることもほぼなかったので、政治の世界を知らなかったんですよね。ただまあ最近特にそうですけど、コロナでいろいろ休業補助金とかももらったりしたし、まあそれこそこれもネット民が結構騒いでますけど、ロケット関係の補助金ももらったりしてるんで、そういう中で政治家との関わりってやっぱ増えてきて、僕一つ思ったのは、政治家と一般市民の距離がやっぱすごくあるなと。だから政治家ももっと普通の市民のことを知らなきゃいけないし、うん、市民の側も政治家のことをもっと分からなければいけない。だから今回の裏金問題にしても、うん、いやもうけしからんと、一般国民はインボイスとかねで大変なのにとか、分かんないけど150円のものを万引きしたから捕まって
ったとかね、うん、それなのにあいつら捕まんないんでおかしいだろうって言ってるのは全然的外れな話であって、うん、彼らがどういう仕事をしててどういうお金の流れでどのように活動してるのかっていうのを知った方がいいよと、うん、そこは思ったんですよ。だから実際政治家の人たちと会ってると、うん、何なんだこの人たちはと、うん、これはいい意味で言ってるんですけど、四六時中いろんな会合に出ていろんな人たちの意見を聞いてやっぱできる政治家ってすぐ動くし、もう僕はすごく評価をしてる部分っていうのもたくさんある、うんうん、でそこは別にその何献金をしてるからとかいうわけでもなく、うんうん、普通に行って紹介してもらって、うん、こういう問題が起こっていて、うん、これは日本国民のために良くないですよと言ったら、うんうん、それに納得されたらすぐ動く人たちっていうのはたくさんいて、うんうん、そういうことをずっとやってるわけですよ、うん、ただ僕たちの側が行かなかったら、うん、そういう動きって起こんないですよ。ネットでいくら文句言っても分かんないですよ、そんなの見てないから、うん、それは見えるところに行って言わないといけなくて、ただそれがなんだろうな、残念なことにその利害関係で言うと政治で食ってる人たち、例えばその補助金とか公共事業とかそういったもので食ってる人たちしか行ってないんですよ。だからまあよく僕が言うのは籠池さんみたいな人しかいないんですよ。参議院議員会館とか衆議院議員会館にいると籠池さんみたいな人がいるんですよ、うん、なんとかしてこう政府からお金をもらおうみたいに思ってる人たちがわーっていて、うん、そういう人たちの言うことしか聞いてないから、うん、自分たちからするとなんでこんな政治やってんだろうなって不信感が生まれてくるんだけれども、言っても言わない人たち、自分たちがこうやって不満に思ってるってことを言わない人たち、いくらツイッターに書いたってそれは全部見れるわけじゃないから、その人たちの意見は聞いてないよと、うん、見えないよというふうに思いました。どうですか、その市長をやってみて、うん、その点はね、市長もある意味重なるところがあって、うん、私も明石市長12年やりましたけど、はい、市役所に市長に会いに来る方はもう一部決まってるんです、はい、みんな70ぐらいの年配の男性 で、うん、でだなんかの団体の偉いさんで、はい、市役所の関係で何か仕事をもらっていたりとか、うん、何か思惑含みがほとんどで、ほとんどの人はそんな市役所に来ませんし、うん、まあどうか駅前の出張所で住民票取るぐらいとか手続きするだけですから、だから結局市長やってるとやっぱりほっとくとだんだんこう一部の方の声ばっかりになってしまうと、でただその方々がやったら政治に関心を持ってるけど、それ以外は遠いわけよ。だから自分なんかだから市役所に来る人はあまり会わずに、自分から街中に出て、まあ商店街歩いたりいろんなところに行って話聞きながら、いわゆるサイレントマジョリティかな、まあそういう思いでやってはきましたけど、だからそれほっとくとやっぱりどうしても偏りがちなのかなと思います。逆にじゃあこんな若い子がいて相手してくれるんですか、ね、聞いてくれるかくれないかで言うと自分から行けば聞いてくれますよ。政治家って半分以上暇ですから、暇っていうのはそういう意味で暇なわけじゃなく、その政策とかを自分から出せない人が半分以上そうだと思う、うん、要は何が問題であるのかが分かってない、自分で聞きに行きゃいいんだけどどこに聞きに行っていいのか分からない、だからネタくれって言うんですよね、うん、じゃあお前政治家やんなきゃいいじゃんとかって思うんだけど、うん、でも悲しいかな、そういう仕組みになってるので、政治家ってやっぱ選挙で受かんなきゃいけないんで、選挙で受かるためにはやっぱり地味な努力、うん、でそういう地味な努力とかが好きな人じゃないと、うん、で僕国会なんか出たくないし、うん、やっぱねそういう国会に出るのとか別に平気ですみたいな、うん、やっぱ人じゃないとね、うん、でも全然そんな700人もいいんだから誰かは聞いてくれますよ、当然ながら。その役所でその予算とかを特別に確保せずにやれるような国民のためになるような政策っていうのは彼らやってくれますよ、うん、だってそれは自分でやっぱりね手柄になるわけだから、うん、そこ政治家もいくつか分けて考えた方が分かりやすくて、うん、私がなぜ明石市長になろうと思ったかというと、うん、市長は権限があるからなんですよ、うん、エリアはちっちゃいしやれる権限も限られてるけどでも権限あるんですよ、うん、選挙で通って市長になったら、うん、その町をどうするという方針決定権、そして市全体の予算の編成も一人でできるんです、はい、人事も基本的には一人でやるから、うん、基本的に市長になれば、でだんだんその他になってくると地方議員とか国会議員もある意味多くいる中の一人だから、うん、一部できたりとかその、まあ、情報をつないだり、そういう意味では堀江さんは国会議員の一国会議は向いてないけど、うん、トップに立ったらその経営手腕で日本の国を一気に良くする力は終わりやと思いますけどね、私なんかは、まあまあ